旧三部作の真ん中の作品、最終章につなぐための映画、スターウォーズエピソード5、帝国の逆襲を紹介。ということで、今回取り上げるのは、スターウォーズエピソード5、帝国の逆襲です。帝国の逆襲は、前作エピソード4、新たなる希望の続編であると同時に、旧三部作の真ん中にあたる映画で、その役割は次の作品につなげるためのつなぎでもありました。なので他の2つの作品とは少し作風が違うのが帝国の逆襲でもあるので、今回は3部作の真ん中の作品としてのエピソード5、帝国の逆襲の役割を見ていきたいと思います。スターウォーズエピソード5、帝国の逆襲は1980年に公開された作品で、前作エピソード4、新たなる希望から3年後の続編となりました。もともとジョージ・ルーカス監督はスター・ウォーズという作品を連続活劇のような作品にしたいと考えていて、構想段階から3部作にする予定でいました。その中で最初の作品エピソード4、新たなる希望が世界中で大ヒットしたので、当然のように続編が作られることになったわけですが、この続編を作るにあたってジョージ・ルーカス監督は大きな賭けに出ます。彼は自分の大切な作品の内容を映画会社の都合で変えられたくなかったので、自分自身で映画に出資することを決め、映画会社から口出しされることなく自分の作品を自由に作る権利を手にしました。ジョージ・ルーカス監督はこれまでの経験から映画会社に対して不信感を抱いていたので、スター・ウォーズの映画化権だけは映画会社に渡したくないと思っていました。そのために会社を設立し、自ら資金を調達したわけですが、これによって彼は会社の運営に携わる時間が増えたことと、あと前作で監督を務めた時に心も体も疲れきり、二度と映画監督をやりたくないと思っていたこともあったので、ジョージ・ルーカスは続編であってもエピソード5、帝国の逆襲では監督をやらないと決めていました。ちなみに彼は本当に監督をすることが嫌になったようで、この後スターウォーズの新3部作プリクエルの3本では監督を務めていますが、それ以外は制作総指揮というスタンスを取り続けています。で、このエピソード5、帝国の逆襲ではジョージ・ルーカスは制作総指揮と特殊効果に専念し、監督はルーカスよりも20歳年上のアービン・カーシュナー監督にお願いしました。一方カーシュナー監督は世界的に大ヒットした作品の続編を引き受けることにかなり迷ったそうですが、ルーカスが作品には口出ししないといったことで監督を引き受けることにしたそうです。で、エピソード5、帝国の逆襲という作品は3部作の真ん中にあたる作品で、必然的に暗い物語になってしまいます。それをカーシュナー監督はシリアスでありながらもルーカスが求める連続活劇のユーモアを残しつつ、さらに登場人物たちの各キャラクターを掘り下げていきました。前作では R2D2 と C3PO は物語の語り手的な位置にいましたが、その彼らの感情も描き、作品に欠かせないキャラクターとして仕上げました。劇中 R2D2 とチューバッカは何を言っているのか分かりませんが、彼らの表情からその気持ちが観客に伝わる、そんな演出になっていて、ここがジョージ・ルーカス監督が手掛けた前作との大きな違いでもありました。またこの作品はファンタジーでおとぎ話ですが、現実感を持たせるために主人公たちが私たちと同じ感情を持っていることを描いていて、レイヤ姫とハンソロの関係を見ると人間らしさを感じると思います。こんな風にカーシュナー監督は前作でジョージ・ルーカス監督が作った世界に登場する人物やキャラクターをより掘り下げ、精神的な物語として帝国の逆襲を作っていきました。それはこの作品から新たに登場したランドの二面性もその一つですし、また映画の最後の父と息子の描かれ方も、二人の対決はありますが、その対決よりも自分の父親が悪と知った息子と息子を取り戻したいという父親2人の心理描写が中心になっていました。なので映画のエンディングには前作のような盛り上がりがありませんが、これが3部作の真ん中の役目で、次回作へと導く終わり方になっていました。また前作の続編として矛盾がないように、観客がすんなり物語に入っていけるような冒頭にもなっています。まあ、そんなつなぎとしての作品が帝国の逆襲ですが、この作品で初めてジェダイマスターのヨーダが登場します。
前作でオビワン・ケノービを殺してしまい、代わりとなるジェダイが必要になったことでヨーダが誕生したのですが、この後ヨーダは R2D2 や C3PO やチューバッカと同様にスター・ウォーズにはなくてはならないキャラクターになっていきました。でヨーダを小柄で控えめな年老いた人物という設定にしたのはジョージ・ルーカスで、彼はヨーダに対して古典神話に登場する魔法使いのようなイメージを持っていました。そのルーカスが抱くイメージをもとにデザイナーがヨーダを作っていったわけですが、ヨーダの顔にあるシワはアインシュタインにインスパイアされたもので、さらにアインシュタインの口ひげの代わりにヨーダの上唇を少し引き上げています。なのでヨーダから感じる知性のもとはアインシュタインから来ているものでした。さらにこの作品で初めて登場したといえば、映画の前半の戦闘シーンに登場する帝国軍のウォーカーがありますが、これは H.G. ウェルズの小説宇宙戦争からヒントを得たもので、小説に出てくる火星人の巨大なトライポッドが元になっていて、これまでにない戦闘シーンを作りたいと考えたルーカスが歩行型ロボットとしてウォーカーを登場させ、それがこの作品の中である意味一番の見せ場となる迫力ある戦闘シーンになりました。あと前作で特別編の時に合成で追加されたボバフェットが帝国の逆襲ではきちんと登場していますが、彼のキャラクターは西部劇に出てくる賞金稼ぎをイメージしていて、そのボバフェットはじめ賞金稼ぎが集まっているシーンは前作でルーカスが描ききれなかったのでこの続編に入れられたシーンで、エピソード4のカンティーナと同じ位置づけになっています。なのでジョージ・ルーカスが連続活劇として3部作で作りたかったものがそのまま取り入れられているのが帝国の逆襲で、帝国の逆襲 The Empire Strikes Back というサブタイトル自体がいかにも連続活劇っぽいタイトルになっていました。ただ新たに参加したアービン・カーシュナー監督が登場人物の心情を前作よりも掘り下げたことで各キャラクターに人間臭さがプラスされ、それがさらに観客をスター・ウォーズの虜にし、結果的にこの帝国の逆襲も大ヒット作品となっています。さらにこの帝国の逆襲は次回作への宣伝としての効果も兼ね備えていて、ハン・ソロの行方、父と息子の戦い、ヨーダが残した希望はもう一人いるという言葉の意味など謎が残ったまま物語は終わりを迎えます。この謎が次回作エピソード6ジェダイの帰還に対する観客の大きな興味を引くことになり、見事に3部作の真ん中の作品としての役割を果たしていました。ということで今回はスターウォーズエピソード5帝国の逆襲を取り上げました。ジョージ・ルーカスが監督から手を引き、また3部作の真ん中ということで暗い作品になることが分かっていたので、ルーカス的には不安もあった作品でしたが、彼は自分が作りたいものを自由に作ることでスペースオペラとしての作風を守り抜き、またアービン・カーシュナー監督が登場人物の心理描写を深く描いたことで3部作の中では他の2つの作品とは違う色合いの映画になりました。なので SF という視点だけではなく人間的なドラマを楽しむことができるのがエピソード5帝国の逆襲という作品になっているので、登場人物の揺れ動く感情や人間以外のキャラクターたちの中に感じることができる表情などに注目しながら物語を楽しんでみてください。ということで今回はスターウォーズエピソード5帝国の逆襲についてのお話でした。